聖書を拝読します。第一ヨハネ3章15節から17節までです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。アーメン。映像で用意された同会所先生のヨハネの手紙第一公開26回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、 GCN 放送の視聴者の皆さん、本文15節に兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのですとあります。必ずしも刃物で誰かを殺すことだけが殺人ではありません。それも殺人ですが、御言葉には兄弟を憎む者は皆人殺しですとあります。この御言葉は前の御言葉に続けて詳しく説明しています。前の12節で調べたカインの殺人も、初めは憎しみという感情から始まりました。憎しみも根の根を引き抜かなければ、うちの生徒なら誰かを憎む人は初心のものでなければいないと思いますが、自分の生贄は神様がお受けにならなかったのに、弟アベルの生贄は喜ばれたので、弟に対する憎しみが芽生えたのです。神様はカインは差別されたのではありません。カインは神様の御心に従わず、アベルは従ったので、神様はアベルの生贄だけをお受けになったのです。今日の礼拝も礼と誠によって捧げてこそ神様がお受けになりますが、そうでなければお受けにならないのです。皆さんに主日をまともに守りましたかと聞けば、ほとんどがはいと言うでしょう。教会に来て礼拝をしたから。でも私が聞いているのは、大礼拝、夕方礼拝も捧げましたか、それも礼と誠によって捧げましたかです。それなのにカインは自分の過ちのことは考えないで、神様に不満を抱き、アベルに対してもわだかまりと憎しみを抱きました。この憎しみがだんだん大きくなって、結局は人が見ていないところで弟に襲いかかり殺してしまったのです。本文15節に兄弟を憎む者は皆人殺しですとあるように、憎しみという種が結局殺人という実として結ばれたのです。愛する生徒の皆さん、旧約時代には罪が行いとして現れた時だけ律法に従って処罰されました。目には目で、歯には歯で償わなければならないとあるように、殺意を持って人を殺した人は自分も殺されなければならなかったのです。ところが新約時代に入っては、心に抱いた罪も行いで犯した不法と同じように罪だと言われています。マタイ 5-21-22 に、昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。またバカ者というような者は燃えるゲエナに投げ込まれますとあります。実際に人を殺したことだけが罪ではなく、憎しみを抱いていること自体が罪だと悟らせてくださったのです。憎しみだけではありません。マタイ 5-28 に、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのですとあります。
心に情欲を抱くだけでも行いで犯した姦淫と同じように罪だと警告されているのです。裏切りや貪り、移り変わる心などの罪の性質も全部同じです。上辺に現れた行いだけでなく、心にある罪の性質も捨てるべき罪です。このメッセージを誤解したら、一層旧約時代の人のように信仰生活をした方が楽だろうと思うかもしれません。しかしそうではありません。旧約時代には自分の意思で律法を守らなければならなかったけれど、新約時代には聖霊が助けてくださいます。聖霊が働かれれば、行いで犯す罪だけでなく心の罪の性質も楽に捨てることができます。旧約では行いで犯しさえしなければ罪が成立しないから、新約の信仰の段階に言えば1段階2段階にしかならないのです。だから優れた天国には行けないでしょう。パラダイスか1点層2点層ぐらいで、3点層以上は非常に難しいです。特別に神様に練られて、大いに用いられ清められて、全く責ねるものとされた人の他には入りにくいのです。聖霊時代ではないから難しいのです。世の人々はお酒やタバコをやめようとしても、自分の意思でしようとすればどんなに苦労するでしょうか。しかし聖霊が働かれれば、とても楽にやめることができるのです。聖霊に満たされて恵みが望めば、神様が嫌われるものは、以前いくら好きだったとしても今は心から嫌いになってしまいます。神様を愛するなら心から嫌いになってしまうので、自然に断ち切るようになるのです。無理やりしなくても。罪と悪も同じです。肌をこすって無理に垢を落とそうとすれば、痛いだけであまり落ちません。しかしお湯でふやかして石鹸と垢すりを使えば、染みついていた垢も楽に落とせます。同じように罪と悪も無理やり取り除くことをすれば、苦しいけれど聖霊に助けられれば楽にできます。つまり神様を愛して信仰を持てばいいのです。なぜ神様を愛さなければならないのかを知っていて、信仰があって神様を愛すれば罪を捨てることが難しくないのです。そういう信仰がなければ罪を捨てることが大変なのです。各種の礼拝と恵みいっぱいの集まりに参加して、火のように祈りながら努力していくと、聖霊に助けられることができます。心に真理の光が望むので、暗闇が退き、心の罪の性質まで取り除けるように強くされます。愛する聖徒の皆さん、兄弟を憎むことが人殺しだという御言葉は、世の人に当てはまる御言葉ではありません。主を知らない世の人は初めから救いとは関わりがありません。これは主を信じて聖霊を受け、神様の御心を知っていると言いながらも、相変わらず兄弟を憎んでいる人への警告なのです。かといって、あなたは一度憎んだから地獄に行くべき殺人者だとか、あなたは一度情欲を抱いて勧誘したから石で打ち殺されるべきだと言われるのではありません。熱心に罪を捨てて愛そうと努力していく人は、神様も罪に定められません。まだ心に不義が残ってはいても、主を受け入れて義を行おうと努力するとき、神様もそれを信仰と認めてくださるのです。しかし問題は、憎しみであれ姦淫であれ、罪と悪を捨てようとしない人です。罪と悪を自分の心に持っていて、サタンの仕業を受け入れ続ける人です。憎しみとか姦淫など罪と悪を捨てようとしない人のことです。ある人は、相手が自分に特別悪を行ったのでもないのに妬んでそしります。自分の思いと好みに合わないからといって憎んで人をこき下ろします。すっかり敵意を持ってしまい、まるで知らない人に対するように顔を背けて、互いに話もしないこともあります。
今日は罪と悪がはびこっているので、職場でも学校でも集団で仲間外れにして人を苦しめることがよくあるそうです。ただ気に入らないという理由で同僚や友達の誰かをのけ者にして無視したり、悪意を抱いていじめたりするというのです。まさか皆さんの中にはこんなことはないでしょう。このように暗闇の中にとどまっていながら、自分は主を受け入れたからたとえ血によって罪を全部洗ったとは言えないでしょう。たとえ相手が自分に大きい害を加えたとか悪い人だとしても憎んではいけません。主の祈りにも、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえとありますね。皆さん、主の祈りは毎日唱えているのではありませんか。祈祷会とか礼拝が終わるときは主の祈りで終わるし、個人の祈りのときも主の祈りで終わるから、1日1回以上は唱えているでしょう。その度に、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくとすらすら唱えます。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。ただし書きがついています。ただ罪を許してくださいと祈るのではなくて、私に罪を犯す兄弟を私が許したように神様も私の罪を許してくださいと祈るのです。それなのに誰かを憎んでいてわだかまりを抱いたまま祈るなら、いくら祈っても答えを受けられないのです。神様が許してくださらないから。ただし書きがついているのです。あなたが人を許して祈れば神様も許してくださるということです。人を憎んでいてわだかまりを抱いたまま、なぜ祈っても答えがないのでしょうか、なぜ癒されないのでしょうかというのですか。神様との間の罪の壁があるからです。どころか、ある人は主を信じると言いながらも自分が裁く者になってしまいます。あの人が私にこういう過ちを犯したから、あの人がこんなに悪いから、私が愛せなくても当然だと思います。このように相手のせいにして憎しみを育て続けていけば、そんな人には命がありません。黙示録 21-8 に、人を殺す者は火と硫黄の燃える池の中にあるとあるように、救われないのです。例えを挙げてみましょう。生まれたばかりの赤ちゃんが育つと、時間が経つにつれてハイハイして立ち上がり、一歩ずつ歩くようになります。初めは下手でよく転びます。しかし転んでもまた立ち上がり、また転んでもまた立ち上がって歩くのです。こんな時は数歩だけ歩いても親は本当によくやったと思います。あんたはなんで何回も転ぶの、歩くこともちゃんとできないのというのではなく、うちの子がもう一人で歩こうとしてるんだ、3歩も歩いたねと喜びますね。反対に、歩き始める年になった子がただ寝てばかりいようとするなら、親はどれほど心配するでしょうか。それともちょっと歩いてみて何回か転んだからといって、ああ私は歩けないみたいだと諦めるならどうなるでしょうか。正常な成長発達ができないでしょう。信仰生活も同じです。信仰生活を長くして真理を知っているのに、相変わらず世の人のように憎んでいたり、敵をも愛そうと努力してみたがうまくいかないと諦めてしまうなら、こんな子供は父なる神様を悲しませるのです。敵である悪魔サタンが訴え続けて試練をもたらします。そうしていてまかり間違えば、持っていたわずかな信仰さえ奪われて救われなくなってしまうのです。愛する生徒の皆さんの中にはこんな方は決していませんように。熱く祈り、真理を行って、憎しみとあらゆる悪を捨て去って、心を愛で満たしていけますように、主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、続く本文16節には、
私たちが全く愛を所有すべきことを説明しています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとあります。イエス様は私たちを愛された者の命までお捨てになったから、私たちもそのような愛を実践しなければならないということです。信仰にも段階があるように愛にも段階があります。その中でも最高の段階、すなわち全く愛は、イエス様のように命を与える愛です。ヨハネ 15-13 にも、人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛は誰も持っていませんとあって、私たちもこのような愛を実践するようにと言われています。世の人も時に死ぬほど愛しているということがありますが、ほとんどは変わってしまう肉の愛です。珍しいことに相手のために自分を犠牲にすることもありますが、その代価が得られなければがっかりして移り変わって、むしろ愛が憎しみに変わったりもします。箴言 4-23 に、力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くとあります。すべてが心の持ちようにかかっています。どんな心かによって移り変わって売り上げることもあり、真実に命を与えることもできるのです。本当に命を与えられる心ならば、どんな代官も願わないし、時間が経っても変わりません。ただ相手の利益のために命だけでなく自分のすべてを犠牲にします。イエス様はそのような愛を与えてくださいました。敵である悪魔サタンに従って神様に立ち向かっていた人類のために、神様は最も尊い一人子をこの地上に使わせてくださいました。天地万物を創造された神の御子が天の栄光を皆捨てて被造物である人となってこの地上に来られました。罪人を贖うためにむごい鞭で打たれ、頭には茨の冠をかぶられました。群衆の前で裸にされたまま、手と足に釘を打たれ、地には水と血をすべて注ぎ出してしたれました。私たちが打たれるべき鞭だったし、私たちがかぶるべき茨の冠だったし、罪人だった私たちがつけられるべき十字架でした。しかしイエス様は、私たちがその愛を知りもなかった時、このすべての苦しみを代わりに受けてくださいました。イエス様を愛して従っていた弟子だけでなく、敵対してそしていた悪い人たちのためにも命を渡してくださったのです。その犠牲を見ながらも相変わらず無知で悪い人の子らはイエス様に立ち向かってあざけりましたが、イエス様は彼らを諦めませんでした。ルカ 23-34 にあるように、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、鳥なしの祈りを捧げてくださったのです。悪い人たち、罪人たちによって十字架につけられて、茨の冠をかぶって、手足に釘を打たれて、槍で突き刺されても、鞭で打たれても、父よ、彼らをお許しくださいと祈られたのです。やがて聖霊を受ければ罪と悪を捨てて変えられることを信じて期待してくださいました。その愛のゆえに、ついには数えきれないほどの人がイエス・キリストの御名によって救われ、永遠の命を持つことができたのです。これが全く愛です。このような愛をいただいて体験した私たちも、その愛を実践しなさいと言われています。例えば、誰かが不当に皆さんを敵のようにひどく憎んでいるとしましょう。罪人だった自分のために死なれたイエス様の愛を知っているなら、そんな人でも手向かったり憎んだりしません。自分の悔しさを晴らして、自分が受けた苦しみの仕返しをするのではなく、何としてでも平和を追い求めて相手の心を和らげようとするでしょう。それだけでなく、相手の立場を理解して良いものを与えようとするでしょう。善を持って悪に報いて、悪を行った相手の心を感動させるのです。さらに、全く愛を所有すれば、敵をも愛する者の相手のために命まで渡すことができます。
愛する聖徒の皆さん、命までは渡せる心に変えられれば、すべてのことに愛の困難が出てきます。相手の代わりに死ぬことができる心なら、何を惜しむでしょうか。相手の魂の救いのためになら、自分はいくらでも低くなれるし、いくらでも犠牲になれるのです。イエス様はこの地上で働いておられた時も、いろいろな愛の姿を見せてくださいました。霊的に無知でさまよっている羊の群れのような人々をご覧になる時は、とてもかわいそうに思われ涙も流されました。時には飢えて、時には眠れないことがあっても、疲れた、大変だと言わずに、押し寄せてくる群衆に真理を教え、病人を癒し、障害のある人を正常にしてくださいました。悪霊に疲れたものを解放し、ただ善と愛だけを施してくださいました。苦しみながら生きている人の子らに慰めと天国への希望を与えてくださいました。自分の悪が悟れないで高ぶっている人には厳しく責めることもありましたが、これもその人を変えさせて救われるようにされる愛でした。罪を犯した現場で捕らえられてきた女性は、憐れみの心でかばって悔い改めるようになされました。飢え渇いた人々には5つのパンと2匹の魚の奇跡を行って食べさせてくださいました。十字架で命まで渡されたその愛が、日常生活の一瞬一瞬にも犠牲と献身の行いとして現れたのです。私たちも兄弟を命を尽くして愛するなら、すべてにおいて犠牲になり使えるようになります。自分の主張にこだわったり、ことの良し悪しを問い詰めて言い争いません。しかも自分の利益のために相手に害を与えることは絶対ありません。相手が自分を無視しているようでも、いつも使えられたがっていても気に障りません。自分の主張を曲げて、いくらでも低くなって使えることができるし、相手が悔い改めて立ち返って帰られるまで信じて期待し耐え忍びます。時には知っていても騙されてあげます。それによって不利益を被ることを知っていても、そうしてでもその人が悔い改めて救われる機会を与えようとするのです。自分を言い張らないで相手のために死ぬことができる心なら、いくらでもそうできるでしょう。こうすれば世の人々の目には、まるで損だけして人格が無視され、自尊心を傷つけられるように見えるかもしれません。しかし父なる神様は全てをご覧になっているので、その愛が無駄になるようにはされません。霊の愛、全き愛を持って行っているなら、結局全てのことを働かせて益としてくださるのです。皆さんの良い行いを見て、人々が神様を崇めるようになります。また主の愛の中に人々が宿って命を得るように、皆さんの心の中に多くの人が抱かれ、安らぎを得、変えられることができます。主にそっくり似た全き愛を所有して、多くの人を心に抱いて命を与えることができる皆さんになりますように。続く本文第一ヨハネ 3-17 では、この愛の心をどう表すべきか、行いの側面を説明しています。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。神の愛がとどまっているはずがないでしょう。神様を愛するという言葉も偽りだし、そのようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。霊の愛を所有するためには、自分の心の悪を捨てるだけではなく、実質的な愛の行いがどうしても必要です。口先だけでなく行いが伴わなければ。ヤコブ2-15-17に、
これと似た御言葉があります。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にも事欠かいているような時に、あなた方のうちに誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。口先ではいくらでも言えます。でもそれが愛でしょうか。行いも伴ってないのに、どんなにお腹空いたでしょう、どんなに大変でしょう、寒い冬なのに服がなくてどうしましょう、震えてますね、お気の毒にと言ったって役に立ちますか。自分が着てた上着でも脱いであげなければ。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。信仰にも生きた信仰があって死んだ信仰があるのです。行いのない信仰は死んでいて、行いがあってこそ生きた信仰と言えるのです。この御言葉は信仰についての説明ですが、信仰だけではなく愛も、行いがなければ何の値打ちもありません。信仰が行いによって全うされるように、愛も行いがあってこそ認められます。19世紀中国のある有名な宣教師が、貧しい病気のお母さんと血のみ子の家を訪問したそうです。彼女の気の毒な身の上を見たら、かわいそうな心はいっぱいになっても、自分の手持ちのものは何ほどにもなりませんでした。1000円ぐらいの生活費だけでした。自分に2000円あったら、そのうち1000円はこの方にあげられるのにと思って、到底施しをする気になれませんでした。それでただ口先だけで慰めて、生徒さん、気を落とさないでください、憐れみ深い愛の父なる神様を信じて頼ってくださいと言いましたが、心が安らかではありませんでした。こんなに困っている人に自分のお金を握って助けないまま神様の愛を伝えるとは、自分の口はどんなに偽善的かという心の声がずっと聞こえてきて耐えられませんでした。結局はポケットにあったお金を全部あげて軽い足取りで帰ってきました。今すぐ食べるものがなくても心はとても幸せでした。次の朝、お腹を空かせていた宣教師に思いもよらないことが起こりました。全然期待してなかった宣教費4000円が郵便で届いたのです。日用の糧を満たしてくださったことも感謝ですが、自分の行いに報いてくださる神様の御手を体験したとき、どんなに感動して幸せだったでしょうか。聖霊が心に働きかけてくださっても、持っているものを惜しんで困っている兄弟を助けなければ、その心に愛があるとは言えません。自分も持っているものがないし、兄弟を助けるような余裕がないから仕方ないと思う人もいるでしょう。しかし自分に一食分の糧しかなくても、それから一口でも取って飢えた人に分けてあげられるなら、どれほど幸いな人でしょうか。いくら暮らしが厳しくても、自分の子供が飢えて苦しんでいるなら、自分が食べて使うものを節約してでも助けるでしょう。このように相手の立場と心になって必要なものを分けてあげる人が、その心に神の愛がある人です。今は私も使うところがたくさんあるから、次に余裕ができれば人を助けようと思う人は、いくらお金をたくさん稼いでもずっと使うところがあり、施しをする心の余裕はできません。たとえ豊かな暮らしではなくても、聖霊が導かれる通りに従って熱心に兄弟を顧みて分けてあげれば、神様が必ず満たしてくださいます。第2コリント 9-6 に、私はこう考えます、少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取りますとあり、
9から10節には、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備えてそれを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいますとあります。神様の言葉ですから、間違いなくその通りになるのです。愛の心を行いとして表せば、神様がもっと豊かに満たしてくださって、もっとたくさん施しができるのです。愛する生徒の皆さん、私たちが守るべき最高の律法は愛です。この愛の行いの中でも、聖書では特に施しの実践をしばしば強調しています。もちろんどちらの方が大切かと聞くなら、魂の救いのための伝道と信仰を植え付ける行いが一番大きくて大切な愛の実践でしょう。しかし私たちがこの地上に生きている間は、血肉の体を持って生きていくので、体に必要なものを満たすことも切実な問題です。また信仰が弱い生徒は、施しを受けて使えられることで神様の愛を体験したとき、もっと熱心に信仰生活をするきっかけになることもあります。イスラエルの民が祝福の地カナンに入るときも、神様はその地に住んでいる間、貧しい人を顧みなさいと繰り返して命じておられます。申命記 15-10-11 に、必ず彼に与えなさい、また与えるとき心に未練を持ってはならない、施しをしながら惜しんだりして損したとか、少しでよかったのに多すぎたかとか思うなら、神様がどうして喜んで受け入れるでしょうか。自分の持ち物を分けてあげて施しをするときは本当に喜ばなければなりません。その施しによって相手が貧しさと空腹から抜け出せるし、借金で苦しんでいた人が借金を返せればどれほど嬉しいでしょうか。その家族もほっとするでしょう。それを考えると、施しをしながら喜ばなければ、その施しによってその家族が幸せを取り戻せるから、喧嘩をやめて仲良くなるし、さらに愛と恵みを感じるなら、信仰生活にも熱心になるし、ぐれてた子供も立ち返って神様を愛して信仰を回復するケースもたくさんありました。必ず彼に与えなさい、また与えるとき心に未練を持ってはならない、このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる、祝福してくださるのです。神様が良い技を見てたまっておられるでしょうか。神の子供たちが良い技をすれば、押し付け譲り入れあおれるほど30倍60倍100倍にしてあげたいと思われるじゃないですか。それは間違いなくいただけるのです。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならないとあります。収穫する時や嬉しいことがあって宴会を催す時も、貧しい人を覚えてもてなすようにされました。神様の御前に答えを受けるために断食する時も、貧しい人々を憐れみなさいと言われました。イスラエルでは収穫を借り入れる時は落ち棒を集めてはならないことになっています。貧しい人が来てそれを拾って食べていけるように配慮するのです。預言者たちが堕落したイスラエルに将来望む災いを警告する時も、さまざまな悪行とともに貧しい隣人に顔を背けて虐待する悪について厳しく責めました。
神様が施しなどの善をどれほど喜ばれるのか、聖書のあちこちに記されていますね。使徒の働きを読むと、ペテロが建てた初代教会の生徒たちも自分の持ち物を売って、それぞれの必要に応じて皆に分配していたのが分かります。新約時代も同じです。初代教会の生徒たちが自分の持ち物を売って一切のものを共有していたのも、教会の中に貧しく飢えた人がいなくなるようにするためでした。ペテロやパウロのような人もいつも貧しい人々のことを心にかけていて、生徒に勧めて施しに力を尽くしました。もう一度強調しますが、困っている兄弟を助けることは生徒が当然すべき義務です。それで本教会の常時祈祷課題にも、民族福音化と世界宣教だけでなく施しが含まれているのです。私が初心の者の時に持っていた祈祷課題は、豊かな長老になって困っている生徒がいなくなるように施しをすることでした。私は必ず実践します。主のしもべになった今も、私の願いは、全生徒の中に寒くてひもじい思いをする人がいないことで、学費がなくて学業を中断する子どもがいないようにすることです。それで私がまず節約して最善を尽くして施しをしてきました。そうするとき、神様はあおれるほど祝福してくださったし、宣教と施しももっとできるようにされました。教会としても同じです。開拓の時からすでに助けを求める教会を力の限り支援しました。うちの教会もまだ財政に余裕があるのではないのに、うちの生徒に施しをするだけでも精一杯なのになどと思わないで、喜んで最善を尽くして支援しました。そうする時、神様がさらに祝福してくださって、もっと多くの施しと宣教ができたし、今も世界のあちこちの教会と宣教師たちを支援しています。愛する生徒の皆さん、最善を尽くして愛を持って施しをすべきですが、いくつか覚えておくべきことがあります。施しをしても真理にあってしてこそ、神様が祝福することがおできになるのです。まず、神様の御前に罪を犯して懲らしめられて苦しんでいる人は助けてはいけません。ヨナを助けた水夫たちを見ればわかるでしょう。神様はヨナにニネベに行けと言われたのに、ヨナはお言葉に聞き従いたくなくて、反対側のタルシシュに行く船に乗ります。この船は海の真ん中で暴風にあって、すべての積み荷を海に投げ捨てなければなりませんでした。水夫たちは暴風にあったのはヨナのせいで、ヨナを海に投げ込めば荒れた海が静かになることを知っていましたが、尋常でどうしてもそうできませんでした。この水夫たちは心の良い人たちだったようです。ヨナのせいで暴風にあって船の積み荷も投げ捨てなければならなかったのに、それでも何とかヨナを生かそうとして海に投げ込まなかったのです。ヨナが自分のせいだから投げ込んでくれと言っても、何とか彼を生かそうとしたけれどダメだったから、仕方なく海に投げ込んだのです。それで随分長い間暴風と戦って苦労していて、命が危なくなった挙句、それ以上耐えられなくて、結局ヨナを海に投げ込みました。このように、神様の御心に逆らって罪を犯して試練や患難に遭っている人は、まずその罪から立ち返るようにしなければなりません。そうしないで、その人が罪を犯し続けているのに誰かが物質で助けるなら、助けた人まで試練に遭うかもしれません。神様に逆らって罪を犯して隔ての壁を作って懲らしめを受けている人を助けるなら、神様に立ち向かうことと同じです。また神様の御前に罪を犯したのではなくても、怠けて仕事をしない人を気の毒だからといって助けることも正しくありません。怠けて働かない人を助けていいでしょうか。麻薬とかをやっている人を助けていいでしょうか。自分で自分の体を壊しているのに。
または、ギャンブルとかにハマっている人を助けていいでしょうか？助ければ、そのお金をギャンブルに使ってしまうから、その人が罪を犯すように手助けすることになるのです。怠けて働かない人を助ければ、もっと怠けてしまうから。それはいけないのです。健康なのに働かないで遊んでいる人を助けていいでしょうか？助けるべきところがあって、助けてはいけないところがあるのです。これはその人がずっと怠けて無能な人でいるように手を貸すことと同じです。このように良い心で施しをするとしても、それが神様の御前にふさわしいかどうかよく見分けなければなりません。私は施しをするとき、手術を守っているのか、10分の1をしているのかを確認した上でします。手術も守ってないし、10分の1もしていない人は神様に逆らっている人だから、助けるわけにはいかないのです。教会の施し部でも、手術と10分の1のことをチェックした上で施しをしていると思います。一人暮らしのお年寄りとか、体が不自由で働けない生徒とか、こういう方々が主に施しの対象になるのです。そして神様を愛して御言葉の中で真理に従って生きようとしているけれど、何かの事情で暮らしに困っている生徒が施しの対象になるのです。もう一つ覚えておくべきことは、自分の名前を知らせようとして恩を着せるために施しをすることは、神様から報いを受けることができないということです。自慢のための施しは報いを受けられないのです。マタイ 6-2 に、だから施しをするときには人に褒められたくて、街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。自慢してはいけないのです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですとあります。誰かに施しをした後得意になって吹聴すれば、人々に褒められるでしょう。素晴らしい、いい人だ、あんなに施しをしたんだと。すると、すでに報いを受け取っているのです。だから神様がくださるものがないのです。すでに人から受けたから。このような施しは、誠の愛の施しではありません。神の子供たちは、施しをするとき、自分を誇るためにではなく、神の愛を伝えて、魂を救う目的でしなければならないのです。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、メッセージを聞いて恵み受けました。私たちが兄弟の罪を許すように、神様も私たちの罪を許してくださいと祈ることが正しいと聞きました。人を憎むことは人殺しだと言われました。イエス様が私たちのために命までくださったように、私たちも命を与えるまた気合を所有するようにしてください。感謝します。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会場先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも、時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆、精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔・サタン、すべての病気・病原菌・患いよ、下がれ、光よ、望め、
不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おら主、愛の主、それは命与える救いの主。